あ、花火か。花火だ。そうそうそう。なんか待ってる。なんか待ってる。輸送ヘリを反乱軍に協力する。マップで戻ろう。うん。もうちょっと情報収集しちゃおう。タバカルブラボー。ブラボー。夜が長い。うんうん。そう B 持ってこいよ。捕まってろ。俺が運転する。手分けしていくか。俺もう片方行く。ああ、そうだね。お前どんどん効率中になってない？あ、なってる。ちょっと待ってね。オーマンには車両がある。行くぜ。あ、行くぜ。いやー、何も見えない。何も見えない。あー、やべえ、詰まったかも。詰まったかも。いや、草が多すぎて本当何も見えない。草。あ、これパラシュート。パラシュート開けるかな。パラシュート。あ。何してんのお前。なんかこっちにレスキューヘリが来てる。こっちに。さて、でもヘリの運転手、そうそうそう、運転手はドローン飛ばせない。飛ばさせる。いや、ヘリ1か。もう置いてけ、置いてけ。B 行け。B 行ってこよう。ああ、見放された。お前そんな意味のわかんない場所で死ぬから。意味のわかって、メディアルなで意味わかんないとこで死にまくってたのはあなたじゃん。できると思うよ。とう。いや、まあそうだけど。うん、ちゃんともう道取ってこう。ここはスルーできるな。あれ、あり。ここさっき制圧したとこじゃん。余裕。あ。は。普通に事故った。あ、チームメイトを選択して復活になっちゃった。ああ、俺もうあれ、あ、これ重要情報どっちか1個取ればよかったの。もういらないじゃん。消えた。片っぽもしかして消えた。オッケー。じゃあね、ストーリーやっていこう。タバカルアルファ行こう、タバカルアルファ。破壊ミッションだぞ。お、楽勝だな。破壊神だからな、なんだって。破壊神。よし、ここだ。それ、ロケットランチャーとかないのかね。RPG みたいな。あれ？待って。こっち参加して、すぐ近くに乗り物が接近してる。本当だ。スナイパー準備。スナイパー壊さないそれ。え、あ、確保か。お、危ねえな。お待って、車両がね。あ、サラザール君降りた。お、ちょっとお前危ねえ。待って、やばい。立て。ヘリ。そういうヘリの使い方しちゃう。あ。はい。オッケー。サラザール君殺すなよ。死んでんだ。想像以上に重かった。オッケー。あれ、まだいる。あ、いた。奥にいっぱいいる。あ、やばい、死ぬ。セーフ。ちょっと待って、まだ助けられないあ、助けれるかな。起きろ、葉巻男、起きろ。葉巻男。どこにいんだ。いや、こっちも。はい。あ、なにこれ、アルファに連行するのにアルファ近くまで来てくれちゃったの、サラザール。はは。そのまま。なら、車に、お車に。おお、おっと。あれいるよ。倒した。ラッキー。到着。入りなさい。インタラクト。何も話さねえぞ、クソったれ。何聞かれてもだ。サラザール、勘違いしてるようね。喋らなくていいの。あなたがいなければ仕切る人がいないんだから、姿を現したマドレコカを捉えればいい。つまり信頼されてんのは俺だけってことか。バカな女だ。農家とつながってる部下なんて腐るほどいる。なかなか興味深い情報だ。なんだ、協力してくれるのか。待てよ、今のは。もう遅い。これがマドレコカにバレたらひどい目に遭うでしょうね。名前を言うんだな。そうすれば秘密にしておいてやる。それとも。分かった、話すよ。自爆していくスタイル本当の。で、破壊か。コカ破壊か。この地域のコカの破壊だ。出荷されるまでタバカルの貨物置き場に出す。これもしかして、あ、ついてないんだ。出ない。マドレコカの気を引けるはずよ。モーマンからいくつか名前が送られてきた。もう超近い。サラザールが口を割ったようだ。農業組合内にいるサンタブランカの協力者だ。やることは分かってるな。始末するぞ。で、赤い。降りよ。ドローン飛行中。あ、電波障害だけど、待てよ。ここからならギリギリ動かすことができる。電波妨害無能かよちょっと置くところが悪かったな、カルテルその電波妨害をやって、あ、EMP 右側だな。右側あんまり距離がありすぎるとスポットできないや。ああ、ちょっとこいつやりたい。はいはい、こいつをパンと、あ、早速一歩。今やるのまずいよな。あれだけの車両基地なら相当な貨物を動かせるな。 C4 を置いて移動しよう。今はいつでも全部高価だ。貨物置き場中のコカを探す必要がある。倉庫と建物を中心に探せ。見つけたコカは全て破壊する。了解だ、片付けよう。LSA には何か言ってる。そこ近くに敵いない？こいついる。どこかわかんない。ちょっと監視塔の敵をパンと。よし、お、近い。コカへの C4 設置よろしく。ああ、オッケー。暗くて見えない。効果を見つけた。爆破準備できた。爆破すんなよ。押すなよ絶対。おう。おっと危ない。ここがね、敵がスポットされてなくて分かんない。あんなとこにいたのか。邪魔この辺じゃなかったっけな。どこだ。あいつは終わりだ。ちょっと邪魔探すわ。オッケー。あれもうちょっと奥か。あ、あった。あ敵をマーク。よし、切れるかな。切っちゃおう。オフ。でサーチしよう。反乱軍にエリアの警察をするサブマシンガンを持ったターゲットがいる。奥側、奥側ここ関係ないな。こっちだけ片付けちゃう。迫撃砲だ。迫撃砲があるってことは騒ぎ立てたら飛んでくるよ。うん、いや迫撃砲の近くのやつはやった。あれ近い。あ、いた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 。はい。はい。え？お？お前壁越しに見つけるんじゃねえ。そういうカルテルだっているさ、最近は。最近のカルテルは超能力者か。あれもう一人どこだ。中か。よし、2か所設置。オッケー。あれいない。いたー。ああ、もう全部設置できるね。オッケー、逃げちゃう。倉庫の外に置かれたコカを発見した。オッケー。爆破せよ。一つ目の保管場所を破壊。次に行くぞ。オッケー。次が最後だ。最初のコカの保管。お、まだ破壊ミッションあるぞ。お、こっちか。ファストトラベルしよう。この岩難石せっかくいいもん見つけたのに。ちょっと追跡されてるから追跡といてファストトラベルしよう。ああ、オッケー。もうヘリで行こう。全然追跡とけに。こちらボーマン、聞いて。ばあさんはもうこっちのものよ。どういうことだ。タバカルの反乱軍から連絡があったわ。マドレコカが会いたがってるそうよ。反乱軍がサラザールを捕らえたと思ったらね。彼を返すよう交渉の場を設けてほしいんだって。信用できるのか。サラザールが目当てなのは間違いない。それだけで十分。マドレコカは私たちのものよ。反乱軍と一緒に現地に行って彼女と話してきて。サラザールを取り返すには協力するしかないと思わせるの。待ち合わせ場所の位置を送るわね。反乱軍が連れて行ってくれるわ。倒せばいいんだな。マドレコカは絶対に死なせないで。ばあさんはこっちのもんよってボーマンが。でもばあさん殺したらダメだからね。生け捕りに。まずは支持する人たちをバン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 。お前はもはやヘリで行ってんのか。ニコライかお前は。ちょ待って待って待って。あっ、裏世界バイバイ。裏世界。あれ姿が見当たらないけど。あ、死んだのもしかして。裏世界落ちてって死んだ。ヘリだけ無人で動いてるけど。ヘリから降りたらそのまま落ちてったんだけど。ああ、想定しないから。はあ。基本的に農園があるところは結構散らばってるっぽい。バラバラだな本当に。うん、で支持者はもう3人しかいないから支持者だけまあ倒せばいいんだけどね。でも1人でも倒したら逃げられるっぽいからあんまバレない方がいい。それは困る。やっぱ最近反乱軍が露骨に火星に来るのはなんで？謎。あ、あれか。最初のターゲットを始末した。繰り返す。ターゲットを始末した。続けるぞ。一人死んだ。OK。いや、すげえ警戒してるけど。2人目やった。あと1人やった。ナイス。迫撃砲要請。ああ、いまいち。よし、じゃあ次、あ、次ラストだ。ああ、早いな。これマドレコカはサラザールの解放のため交渉したいそうよ。必死みたいね。これを利用してエルシエーニョと敵対させることもできるかもしれない。説得してちょうだい。移動して参加しといて。おう、どうもね、サラザール君を返してほしいって。おう、重要人物かな、そこまで。バイクを手に入れた。そうでもなさそうだけど。行くぞ。何ちゃっかりヘリ乗ってんの。いや、ヘリ楽しいな。ここ簡単にここ下れないのか。死なないでよ。ボーマン、もうすぐ合流地点だ。了解。反乱軍がマドレコカの場所まで案内してくれれば。お話したいね。早いんだけど、待って。こっちか。よし。あ、いた。随分目立つ色というか格好してるけど。例のアメリカ兵か。そうだ。ついてこいってさ、苦手だなそういうの。早く行けよ。ほら。はい、バイクに乗ってスタンバイしろ。あれ。正直なところ、悪い予感がする。マドレコカの罠ってことか。ワニ側みたいにタフな女だ。こんなの罠に決まってる。ボーマンはサラザールが奴の弱点だと考えてる。取り返せると思わせれば協力する。え？ボーマンが間違ってたら危険にさらされるのはこっちだぞ。そんなのいつも通りだろう。間違った情報で送り込まれるのはまだわかる。今回はワニの口に手を突っ込んで噛まれないよう祈るようなもんだろ。これが俺たちを人質にする罠だったらどうする？サラザールとの人質交換に使われるぞ。そんなことをすると思うか？俺ならそうするからだよ。しかもマドレコカは俺よりずっと歪んでる。そうだろ？ちょっとまたバグで進まないのかなって一瞬思っちゃった。やっと言ってくれた。なんでヘリ乗ってんだよ。いや、事故率一番少なそうだな。さっき飛び降りたら事故ったけどね。いやそれはもうヘリに乗ってないから。すげえ安全運転だ。はよ行って。おっせえ。あ、危ない。ヘリで幅寄せすんな。もうすぐ待ち合わせの場所だ。冷静にな。目的は話し合いだ。ここだ。だが相手がその気なら排除する。奴がはめるつもりなら一発で決めないと。電波障害。二発目は打たせない。そうだな。お、なんだ。早く駅から降りろ警戒してるわずっと2人一緒になんか転び始めたから面白かったんでいいな2人同時にローリングし始めたしで目的は話し合いだって言ってるけどまずこの人たちが先行してくれない限りなんともすいません介護あ間違ったあれ行けよ行けよ介護だぞ行けよなんで行かないんだよ先行っちゃうぞいやでもお話しに行くんだから殺したらダメだよなえとりあえずサーチしてさなんかそれっぽいのいないかいやサーチ効かないんだよ今あマジ電波障害面倒あれ誰もいなくねいやこの赤いのねいるやんいるやんいるねあマドレ効果は排除排除になったなんだ最初から排除ならなるほど敵が隠れてたからそういうああ本来ならさっきの人と言って待ち伏せだーってなってドドドドンって始まるはずなんだけど怯えちゃったのかな、うん、いててててえどこどこ怯えてたねあ後ろにいたドローンが欲しい楽ちんだなああ生き返る待たせてくれたな奇襲だ敵を排除しろ今奇襲だって言った遅えよ遠くに奇襲来てるよえ殺しちゃった何が起きたの何してくれてんの花からマドレコカは交渉するつもりなんてなかったサラザールと交換するために人質を取ろうとしてたんだ狡猾なばあさんねお互い様だ奴の唯一の失敗は罠にかければ俺たちを捕らえられると思ったことだそれでも賭けに出る価値はあったのよ彼女が裏切ればすごいクーデターになってたわチームと一緒に姿をくらませてマドレコカの死で波乱が起きるはずちょっとスキルポイントを見守らないと了解ノマドアウトとりあえずこの地方クリアで映像が見たい安全なところで映像が見たいここは無理だここなら見れるちょっと見てみようエルヤユとラグリンガに増産を依頼した奴らはすでに限界だと言い張った私の言葉は理解されなかった彼の命運はお前たちにかかっていたこれが選択の結果だもうこんなの耐えられないお願い帰らせてここで起きたことは誰にも話さない神に誓うわ私の本気を軽んじてはいないかどの程度本気なのか今度お見せしようはいはいスキルポイント回収しちゃおうかサバカルではよくやってくれたわねあらかたマドレコカと彼女の副官を排除したことで組織はめちゃくちゃになって効果農家たちが独立する機会ができた次は反乱かもう始まってるわ昔だったらマドレコカの支持者が抑え込んでただろうけどおかげでそれもないわサンタブランカはコカの在庫はもちろん大きな供給源も失った生産は大幅に停滞するわいい知らせが聞けて何よりだ、うん、次の作戦地域に移るノマドアウト残りの地域でこれ全部出てくるのかまあもう少しだここクリア、うん、じゃあ次行ってみよう PAPN PN でアグアベルでよくわからんちょっとブラボー行こう俺ブラボーしか出てねえんだオッケー